電動刑事による平地記録で初めて10秒の壁を破ったカール・ルイス10秒の壁は陸上競技男子100メートル競争において達成困難と考えられていた9秒台に対する記録の壁である。その壁を超えた記録は偉大な短距離選手の証明とみなされている。一方、 トレーニング方法や外部環境要因の改善によって1990年代以降9秒台の自己記録を持った選手が増加し、その意義は以前ほど特別なものとはみなされなくなりつつある。1960年6月に西ドイツのアルミン・ハリーによって10秒0が記録され、これが更新されるまで8年の年月を要した。 最初の9秒台は1968年6月20日、ストップウォッチによる手動掲示によって記録された。その後、より精密な計測方法の電動掲示が採用される過渡期にあった1968年10月14日、アメリカ合衆国のジム・ハインズによって10秒の壁は破られた。ハインズはメキシコシティオリンピック男子100メートルで優勝し、 この時世界新記録を樹立する9秒95で、走破した。この後1977年8月11日、シルビオ・レオナルドが9秒98を記録するまで、2度目の9秒台が、記録されるのにおよそ9年を要した。これら2つの成績はいずれも、高知記録として記録された。1983年5月14日9秒97を記録したカール・ルイスが、 平地で9秒台を達成した最初の短距離選手となった。ルイスに続いてカルビン・スミスが1983年7月3日に9秒93の世界新記録を受立。同年8月にも9秒台を記録し10秒の壁を2度超えた最初の短距離選手になった。その後1980年代に多くの選手が10秒の壁を破った。 そして1991年世界陸上競技選手権大会男子100メートル決勝は6人の選手が9秒台の自己新記録で走破し優勝したルイスが9秒86に世界記録を縮めるなど10秒の壁が破られた後の新しい世界の頂点を象徴するものとなった2014年9月現在 ロブソン・ダ・シルバが10秒00の大陸記録を保持する南米を除いた5つの地域陸連の選手によって10秒の壁は破られ続けている。10秒の壁が破られた背景には選手の努力やトレーニング方法の改良とともに用具や環境の変化が大きな影響を及ぼしたと考えられている。IAF は指定した競技規則に従い 超音波風速風向計により計測された追い風に2.0メートル毎秒以下の条件下で、電動掲示により計測され、かつドーピングによらない成績だけが公認されるとしている。風速計の不調やルール違反により、選手の記録が無効とされることがある。1964年東京オリンピック前後から、電子掲示、1972年ミュンヘンオリンピックから、 スリットカメラ、1991年世界陸上競技選手権大会では、スリットビデオがそれぞれ導入され、科学的でより正確な判定が行われるようになった。1991年世界陸上競技選手権大会では50台以上のビデオカメラが使用され、選手のフォーム、スピードの変化、ストライドが計測された。 このような計測結果をもとに科学的な研究が進み、トレーニング方法は改良されてきた。東京大学大学院の深城和幸教授は2008年6月24日付、毎日新聞で、1991年世界陸上競技選手権を分析した結果、 股関節周辺の筋肉の重要性と足全体をしならせる動きが速く走るために必要な条件であると解説した。 男子110メートルハードルの日本記録保持者で、筑波大学大学院の谷川聡講師は2008年6月24日付、毎日新聞のウサインボルトの世界記録更新の話題の中で精神面が記録に及ぼす影響に指摘し、記録を求めようとすると逆に全力を発揮できない可能性について言及した。 2000年シドニーオリンピックにて、左からアトボルドン、モーリスグリーン、オバデレ・トンプソンオリンピックでは1936年ベルリンオリンピック、頃からすでにアンツーカーを、表層材に用いたトラックが採用されており、1964年、東京オリンピックまでこれが用いられていた。1968年、メキシコシティオリンピック以降は表層に、 ポリウレタン補装が施された全転候トラックが採用された。アンツーカーはスパイクで掘れて入力が分散してしまう。上に多量の水分を含むと軟弱化し、安定して記録を生み出せる走路ではなかった。これに比べてウレタン素材は弾力性に富み反発が得られるために、 選手のストライドを広げることに貢献し、アンツーカーと比較して記録が2%向上したと言われる。1991年世界陸上競技選手権大会の実施会場である国立霞ヶ丘競技場陸上競技場は高度60度のウレタンが使用され、100メートル決勝では6人の選手が自己記録を更新して9秒台を記録した。 1960年頃から選手専用のスパイクシューズが開発され始め記録の更新に貢献した。1960年代後半以降の全天候トラックの普及に伴いスパイクピンの形状変更などロバンに対応する改良が施され選手に合った素材形状の追求が進められた。カール・ルイスは 世界陸上競技選手権ローマ大会で市販モデルに一部変更を施した片足 190g のシューズを使用し世界記録体の9秒93を記録したこの後耐久性と市販化を諦めた選手専用スパイクとして軽量化にこだわり 115g まで重量を落とした結果 世界陸上競技選手権東京大会で9秒86の世界新記録を樹立している。その他、フランク・フレデリクスはバイオメカニクス理論を追求し、柔らかめの素材を用いた1 4 0ムのシューズを、モーリス・グリーンは反発力と弾力性を重視した1 9 6ムのシューズを愛用するなど、選手の性質と思考に合わせた開発が進められた。 2009年世界陸上競技選手権にて、左からトンプソン、パウエル、ゲー、ボルト1970年前後から、スポーツ界のアマチュア規定の議論が進むとともに、これが緩和された。最大の陸上競技大会の一つである、オリンピックの商業化とともに1984年、ロサンゼルスオリンピック前から、選手のプロ化が容認され、 広告収入を得た選手でもオリンピックに出場ができるようになった。それまではボブ・ヘイズやジム・ハインズがプロフットボールに道を求めるなど100メートル金メダリストであっても職業として陸上を続けることは不可能だったが商業化に伴いスポンサーを得ることによって陸上に専念できる環境が整うようになった。9秒台を記録した選手は 白色人種とアボリジニのハーフであるオーストラリアのパトリック・ジョンソンが2003年に達成するまではすべてアフリカにルーツを持つ黒色人種であった。その後、2010年に白色人種であるフランスのクリストフルメートル、2015年に黄色人種である中国のソヒノエテン、同じく2015年にイラン人の母とモロッコ人の父を持つ、 イギリス人のアダム・ジェミリーが記録した。日本陸上競技連盟科学委員長を務める、筑波大学助教授のアコーツユリョ百は1999年6月23日付読売新聞の解説の中で、お尻が大きく、ももが太くて短く、膝から、下は細くて長い体型へと、身体的なエネルギー効率の良さを指摘し、黒色人種の優位性を説いた。他方、 欧米では被告職人種の優秀な短距離選手が熾烈な競争を避けて中距離層へと転向していることが人種的な差異の原因になっていると考える説も存在する。日本人としては伊藤浩二が1998年12月13日の バンコクアジア大会順位決勝で10秒00を記録し壁が破られることが期待されたが、以降これが19年間日本記録として維持され、まさに10秒の壁は日本にとって高い壁であった。しかし2017年の日本学生陸上競技対抗選手権大会で、桐生ュウが9秒98の記録を叩き出し、日本人として初めて 10秒の壁を破る選手となり、その後2019年になると5月には、サニブラウン・アブデル・ハキーム、7月には、小池祐希、2021年6月には、山形亮太が9秒台を記録するなど、10秒の壁を破る選手が相次いでいる。手動掲示において9秒9を記録した競技者を以下に掲載する。 9秒9を記録すると同時に世界記録保持者となったが、その刑事は完全に正確なものでなかったと推測される。1977年1月に電動刑事による記録のみを公認とする変更がなされるまでは、手動刑事による10分の1秒単位の記録が公認されていた。ありがとうございます。